関係詞一、関係代名詞一です今回から関係代名詞の学習を始めます関係代名詞皆さん分かっているはずなんですけれどももう一度基礎から積み上げていきたいと思いますそれではスタートです例題です問題はこちらドン次の日本文に合う英文になるように空欄に適する語句を書きなさい まずは2個用意しました。1. トムには東京に住んでいる姉がいます。2. 彼らは丘の上に立つ家に住んでいます。まあこれ日本を見たら別に普通だしね。東京に住んでる姉がいるじゃあね東京じゃないとこにも住んでるお姉ちゃんがいるのかな。うんなるほどね。姉っていうものをこの東京に住んでいるっていう情報が詳しく説明してるよね。で下。 彼らは住んでますお家に住んでますどんな丘の上に立つっていう情報がね、えー、家を詳しく説明してますじゃあそれを踏まえて下を見るとトムはザ・シスタートムにはお姉ちゃんがいます後ろこの部分だよね東京に住んでいる下 彼らはお家に住んでます。丘の上に立つ。めっちゃ楽しそうに言ってますけど、普通ですよ。はい。これ全体でハウスを修飾しているわけです。はい。このように意味の塊が後ろから前。意味の塊が後ろから前。ここ一緒だね。 じゃあ一番と二番何が違うのそうお姉ちゃんは人そしてお家は物はいじゃあもう一回確認ね塊で後ろからドーン塊で後ろからドーン人物ここだけ違うのはいということで共通点と違うところはわかりましたそれじゃあいくぞ TKs ポイントはこちらトゥン 関係代名詞1はいということですけれども今回の t ー s ーポイントシンプルです人をにゃほにゃほにゃほにでドーンものを「ふいっちゅほにゃ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 」でドーン直前にある人やものにその人がとかそのものがなどという、ね、意味の塊説明を後ろからドーンということなんです。 いいですかね、意味の塊意味の塊でね後ろからドーンやっぱり意味の塊で後ろからドーンということなの。いうことなの。それで人をね就職するときには「ふ」これ人を聞く疑問文と同じだよね疑問文の時に使うのと。そうなの。疑問文の時に誰って聞くフを ね、説明をつけ足す意味の塊を足す時にも使うの「フィッチ」「どれ?」「ねえねえどれなの?物をね」ものを聞く疑問文で使うこのフィッチ形一緒ですだから考え方によってはね一緒だから楽っていう場合と先生ややこしいそうだねややこしく思う人もいるかもしれないそうあなたがいけないんじゃなくて同じ単語を疑問文の時にも意味の塊の時にも使ってるのそこややこしくてごめんね。 でまあ、まあそれはそういうこととしてね前の名詞直前の人や物に塊でドーンということなの。分かったかなそれじゃあ戻るぞトウはいというわけでトムにはお姉ちゃんがいて東京に住んでるトムには姉がいますその人は東京に住んでいるその人はって言えるよね。ははいだから正解はフー Tom has a sister who lives in Tokyo, lives in Tokyo. このようになるわけです。でね、ねちょっとね、ここ1番と2番の間ごちゃごちゃしたんで、こっちに細かく書くの。彼らは家に住んでます。どんな家その家が建てます。On the hill 丘の上に。はい、ということで、フ一ッチになります。細かく言うと、ね、ハウスは物。 そのものもがまあ面倒くさかったら「それが」でもいいよね。だからこういう滑らかな日本語に一発で決めるのがつらかったら区切っちゃっていいから「彼らはとあるお家に住んでます」「バチッ」でね「それが立ってるのは丘の上なんですよ」「よし彼らは丘の上に立っている」「仕上げは後ろからボーン」「仕上げは後ろからボン」 でも固まり取るときはピッピ,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 ピッ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 。じゃあ、最後にかけてということで、全然いいからね。結構真面目な人は、先生、先生、どうしてもひっくり返せないです。あ、いいの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 いの。訳して、切って、訳して、切って、最後に足す。一緒だからね。基本的なところからやれば、関係代名詞は絶対にわかるはずです。ポイント、つかめたね。 続いてこちらドン三番私にはニューヨーク出身の友達がいます四番これは初心者向けの本ですはいじゃ上 I have a friend 私には友人がいますうんこれで意味の塊終わっちゃってるよねでももう一個意味の塊ニューヨーク出身のという意味の塊が被ってくるんですはい英文の方では Could I be from New York? はいこういう塊ですで区切って考えれば簡単でしょ私には友人人ががいますその人がニューヨーヨク出身ですで先生友人男か女か分かんないけど「ひ」<He S 1> でも「し」<she S 1> でもよくね、うん、確かに「意に通じるね「I have a friend」「she's from New York」もちろんいいんだよ区切ったらね区切ったらねそう普通にここに「ひ」でも「し」でも通じるんだけれども普通のいわゆる代名詞だと「 文がくっつかないのはくっっつけるってどういういいこといやだからこれをね前と後ろくっつける代名詞くっつける代名詞くっつける代名詞関係代名詞ということになるわけ。はいですからね関係代名詞のこの関係っていうのはどういうことかっていうとねここの部分は意味の塊を。 くっつけるっていうことなのよ。ね。だから友人だからさ、男でも女でもどうでもいいじゃん、ここは。だから、ひでもしでも通じんの。でも、それだとここ一回区切ったことになっちゃうから、一つの文にするときはごめん。ひとかしじゃなくて、関係代名詞にしてくれる。わりわり。そんだけの話。はい。じゃあ、一応念のために区切って考えると、私には友人がいます。その人がニューヨーク出身です。よし、一個にまとめんぞ。 私にはニューヨーク出身の友人がいます。ね、まとめて訳す時は結果的にここの訳消しちゃっていいわけ。ニューヨーク出身のってなります。はいじゃあ4番「これは本です。どんな初心者向けの初心者にはいいね?」ということになるわけです。「これはその本です。どんな本初心者にはいいねはーい。 とということですよねそうするとこれも「これがその本ですそれは」っていうと別に「イット」でも良さそうじゃん。でもうん悪いんだけど一つの文にする時は意味の塊でくっつけるから「イット」じゃなくてさ物を表してくからごめん普通の代名詞じゃなくくっつけ代名詞くっつけ代名詞、うん、関係代名詞にしてもらっていいかしら。はいだから正解は「フィッチ」「This is a book! Wait to for beginners. こういうことでした。ね、結構クーラーの目で上に「ひ」とか「し」入れちゃったり「い」と入れちゃったりする人いるんです。うん僕は全然それはね悪いことじゃないと思います。なんで間違えちゃうのかっていうと関係代名詞って名前をちゃんといじってもらわなかったからだよね。それはあなたがいけないんじゃないの関係代名詞の関係って何意味の塊でズドンするこの黄色い働き。 ね、この黄色い働きをすることが関係代名詞の「関係」っていう働きなんです分かったかなただの代名詞と関係代名詞の違いここがポイントはいおさらい TK ズポイントこちらドン今回は「フーと「フィッチ」だけ学びました。 両方とも意意味味のの塊塊ででで前にズドン意味の塊でズドンンすそれを真面目にちょっと言うと直前の人やものにその人がそのものがという説明を後ろから付け足すということ。ね、で細かく言うともともとは「ひ」でも「し」でも「いっと」でも何でもいいんだけれどもそれだとただの代名詞この「黄色ろくどん」「きいくどん」っていう働きを持つ代名詞を「関係代名詞」っていうんです。 結構、ね、先生方が、ね、説明を落としちゃうところでも俺たちは今確認しただからこれで関係代名詞の理解がより一層深まるんです。ポイントパッチリだ